はい、2024年8月、29日ですね。ここはですね、北街道と、新北街道分かれるところがあるんですよね。でそれのところにさらに北へ行く唐瀬街道っていうのがあるんですね。で北街道から約100メートルくらいだったところに、ここにエスポットとね、業務スーパー あります。これ同じ牧屋の、牧屋っていう会社のね、経営なんですね。エスポットも業務スーパーもね。それでダイソーもありますんでね。それで、まあ、こんな感じに、こちらがね、ケーキ屋さんですね。ケーキとか、パンとか売ってますね。で、こちらが先、取り上げ本舗、鳥居若丸ということで、唐揚げ屋さんですね。醤油唐揚げとか、まあ、いろんな、専門店のお弁当とか、まあ、いろんな、こういう商品を扱ってます。で、その、西側にですね、ガッツ石松っていう、イメージキャラクターのですね、レンタカー屋さん、ここに2ヶ月くらいの前にね、開店したんですね。ここはすぐ値段が安いと、いう長所があると思います。で、あと先、このお店はね、とにかく、この唐揚げ、若松さんと、同じ経営らしいんですね。だから、レンタカー屋さんの方がちょっとお客さんが借りに来たり返却しに来たりとか質問する人がいない時とかはね、取り上げ本舗の唐揚げ店の方が忙しい時ね、特に昼間はすごく忙しいです。そういう時に手伝いに行ってるらしいんです。ですからそこで鳥若丸のね唐揚げ店に入ってレンタカーの方をね車借りたいんですかとか、返却したいんですかとかね、質問とかね、できますんでね。で、借りたいときは、唐揚げ店で働いていた従業員が、レンタカーさんの方へね、行ってきます。ここですね、ガッツレンタカーですね。で、こういう感じで駐車場もありますんでね。それで、ここはですね、ここにクリーニング屋さんがあったりとかね、前にここにね、今なってるのは、最近加速層のタクセルっていうのをお店ができてきたんですよね。前はファミリーマートだったんですけどね、ファミリーマートが撤退しまして、加速層のタクセルというのが入ってます。それで、これで、唐瀬街道を北へ行くんですけどね。で、ここら辺にね、結構このお店が多いんですね。大体ここら辺に住んだ人がここへ生活で使うね、食品なんかを買いに来るんですけども、業務スーパーとかね、スポットで、さらにここはあと100メートルぐらい行ったところに新設スーパーですね、ありますね。それで東側がね、東港です。で、さらに300メートル行った時にウェルシア。それでさらに500から600メートルぐらい行った時にですね、今度11月頃のオープンらしいんですけど、スーパービッグがね、11月頃開店するそうです。今新宿してますけどね。ここら辺も前はここら辺にね、マンションがあったんだけど、それ壊しちゃってですね、このマンションは今度はこちらで、ここに駐車場になってるという感じになってますね。で、これがエスポットね、入り口ですけどね、灯油とか、いきます。ここで、夜なんかの、移動販売機もありますんでね。
で中込精肉店とかね、炭火焼き肉店で、ここにあのなんか犬の関係のあのお店ですね。で、あのここがね、あの業務スーパーとあのダイソー、まあ、普通の業務をしている人が買うんですが、一般の人もね、あの買うことができます、あの商品をね。だからすごく食品がね、あの安いですね。あのそしてあの営業が7時半までです。でダイソーも同じなんですね。でここがあのダイソーと業務スーパーの入り口になります。同じ入り口なんですよね。で業務スーパーのあのお店の中を通りながら、あの西側のねダイソーという店に入ります。で営業時間があの7時半で同じなんでね、あのでここが7時半、それでエスポットが8時まで、あのねあの北側のねエスポットがあの8時まで営業してますんで、あの遅れた方はねエスポットで買い物すればよいと思います。ここにね、不動産屋さんとかあのパン屋さんがありますよね。ではそういうことで、ね、割合の業務スーパーで商品も安いし、ここら辺にすると店が、カラス街道という店が多くてね、便利は便利なんです。そして、だからこういうところに、ね、家を持てば便利だと思う、いいと思うんですよね。ただ、バスが、三松っていうバスとね、ちょっと歩くんですけど、まあ、そんなには遠くないです。ではこんな感じですね。便利なバスだと思いますので、利用する人はね利用してください。